この俺がここまで見事というしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ！ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。あの石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。これはまずい。サスケ！おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ、無限つくよみ。今一つとなるのだ。一体どうしたというのじゃ。仕上げだ。真樹海降誕。仲間たちはおねんね中だ。もっともサスケのスサノオには聞かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に溺れ、まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。とでも言うと思ったか。クロゼツ、貴様。マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。な、何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はかぐやだ。かぐやだと。お前が無限つくよみを完成させ、チャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。すまん。何？どうなってるの？サスケ、あいつ。ああ、
カグヤと言った。カグヤ？陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか、奴の目的は。あ！なんだ？これはチャクラだ。しかし、強すぎる力は圧力を生む。結果、人々は母をウサギの女神だの、鬼だのと呼び、崇めを恐れた。サスケ。ああ、間違いない。こいつが、おじいちゃんが言ってた大月かぐや。